では続いては今日2つ目の中継です。新型コロナウイルスが5類へ移行され初めての年末年始を迎えます。これを機に遠方へ帰省される方も多いのではないでしょうか。高速道路の渋滞情報や今後の渋滞情報はどうなるのでしょうか。各務原市の川島パーキングエリアから中継でお送りします。それでは呼んでみましょう。中継先の福原さん。おはようございます。 CCN の福原です。私は今各務原市の川島パーキングエリアに来ています。今川島パーキングエリアに着いたんですけど、もう駐車場を見るともう車がぎっしりという感じで、もう車がたくさんあるなという感じです。ナンバー見ても、関西ナンバーの方とかもちらほらいらっしゃる感じで、年末が来たかなというようなところになります。でそこでですね、年末の、渋滞情報が気になるかなというところで、事前にネクスコ中日本の方に、取材をしました。ネクスコ中日本の担当者によりますと、東海地方では今日29日と明日30日の午前7時ごろ、伊勢湾岸道を下り弥富木曽崎インター付近で最大20キロの渋滞が予測されています。さらに1月2日3日には新東名下りと東名阪道上りでも最大20キロの渋滞が予測されています。岐阜県美濃地方では大きな渋滞は予測されていませんが、名神一宮インターでは下り方面で29日に最大10キロ、1月2日から4日までの上り方面でも最大10キロと予測されています。また渋滞回避のポイントもお聞きしました。ネクスコ中日本名古屋支社によりますと、東海地方では12月31日1日は渋滞なしの予測のため移動におすすめということです。ただ帰省や旅行などすでに予定が決まっていて帰られないという方も多いと思います。その場合は時間だけでも渋滞とずらすと少しでも快適にドライブができるようです。2日3日は特に渋滞予測が出ています。詳しくはネクスコ中日本のホームページよりご確認ください。はい、ということで渋滞情報以上になるんですけど、2日3日が本当に渋滞するということなので、そこの時間と、日にち、渋滞を避けるようにして、移動すると、快適に年末年始過ごせるんじゃないかなと思います。冒頭にもお伝えした通り、関西のナンバーだとかもの方もいらっしゃるので、皆さんお出かけする際には安全に気をつけて、お出かけ帰省などしてください。それでは、こちらからは以上になります。スタジオにお返しします。はい、福原さんありがとうございました。川島パーキングエリアもすでに混み合っている様子も伺えました。今日と明日と渋滞が予想されています。例えば車間距離を詰めすぎないですとか、車線変更しすぎない、そんなことも渋滞緩和のためにできることありますね。年末年始もぜひ安全運転でお過ごしください。